にぎわいを、にぎわいを常に考えた町づくり、新潟県の伝統産業にも今やっぱり担い手不足というところが、やっぱ光をもっと当てて事業ないしは技術を継承していった方がいいだろうと、市町村と県をまさにその上の国ともつないでいければと。小坂雄一議員をお迎えしていろいろ聞いてみようというコーナーであります。なんかあの呉服屋の若旦那って聞いたんですけど親があの家業をやっておりまして、呉服屋を継ぎました。なるほど。生まれた時から、生まれた時から育ったのは商店街で育ちましたので、その DNA でしょうかね、やはりそのにぎわいを、にぎわいを常に考えた街づくりというものを、なるほど、ね、議員になっても、はい、常にそれが心に留めて活動しております。商店街の活性化みたいなのが元気出そうぜみたいな原点みたいな感じですか。そうですね、まあ、あの商店街のイベントもそうなんですけど、まあ、あの交流人口の増加っていうのも一つのやっぱりにぎわいだと思いますし、そういったところを常に視点に置きながら進めてます。やっぱりこう新潟の小京都、ね、北陸の主要京都の鴨志の呉服屋とこの勢いで地域を盛り上げようというそういう感じです、ね、どこかそこがスタートみたいにありますよね、そういうのってね。まあ、呉服屋っていう話が出ましたけど、やはりその新潟県の伝統産業にも今やっぱり担い手不足というところが、やっぱ光をもっと当てて事業ないしは技術を継承していった方がいいだろうということを一般質問でもやらせていただきました。なるほどね。おそういえば なんとか島っていうのあるんですか。鴨島、鴨島、あれ違ったっけ、はい、もおお、さすが若旦那、鴨島の名刺入れ。おお、皆さん、これが鴨島です。ちょっと宣伝いただきます。木綿島県内に行ってるところにあったんですけども、木綿で、まあ、生地が丈夫で、それから藍染めを施してあるということから、昼よけになったんですね。でそういったことから農作業着に好まれて、普及したんですけれども、大戦前後からやっぱりその洋物ナイロン系の素材が入ってくるようになってから、綿素材っていうのはもうほぼほぼどん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 廃れていった。なるほど。そんな代物のいきさつ。じゃあ伝統の品をこう現代によみがえらせるみたいな、そんな思いもある。そうですね、ポーチであったりシャツであったり、エプロンであったり、そんなものを作られればですね、またそれはまた別な形で一般の方々に使っていただけるかなと。なるほどね。やっぱりこう伝統のを見直したり、ね、伝統に持ってたものを生かしてこう新しいものを作ったり、新しい時代に見せていくというのは我々の党と同じ発想ですね。伝統を生かしながらこう、ね、上手に上手にうまいですね。上手に持ってきますね。ありがとうございました。おそういえば共に産業経済委員長、おー委員長という感じで仲良くいつも一緒に仕事させておりますが、非常に真面目にこう清廉潔白でお仕事されてますけども、こう4年間お仕事されてきての思いとか、次の4年にかける思いみたいなのをちょっと軽く言っていただければ、はい、今ちょっと振ってもらったように、その産業経済系のことは商店街であったり商工会議所の宣伝部活動とかで、それなりの状況は知って、議会に来たつもりだったんですけども、まあ、その反面やっぱり農業関係ですとか建設関係ですとか、そこら辺としてはベースの知識がやっぱり弱かったんで、それをやっぱり4年間私の場合は各常任会を全部4つ経験させてもらいました。そんなところから非常にこう知識も、まあ、自分で言うのも変ですけども、知見もいただいた部分があるので、それをもう今度は思いっきり存分にですね、発揮して2期目、なるほど、もう市町村と県をまさにその上の国ともつないでいければというふうに思っています。なるほど。じゃあそういったこうオールラウンドな視点でオールラウンドに地域を盛り上げようと、はい、その先頭に立とうと、はい、こういう感じでございますね、はい、いや共に商店街、私も商店街の出身なんですが、共に商店街で、頑張ってきた思いをまた県政にぶつけつつ広い視野で頑張っていただくということで、いや頑張りましょう。今日は大変ありがとうございました。